肘と顎って突っ込んで、ハンサムさんいらっしゃい。どんどん行ってみたいと思います。次は2009年、その VTR を振り返ってみたいと思います。どうぞ、はい。こんな自由なハンサムラジオ2年目ですけど頑張って支えてくれました、はい、MC 風間雄二郎、ありがとうございます。いやありがとうございます。いや本当にありがとうございます。本当にね、去年初参加しまして、今回 MC やらせていただきましてですね、去年は1日だけやりまして、もっとやりたいってずっと言ってたら2日やれるっていう話になって、今度2日になったらまだやりたいっていう気持ちで本当いっぱいなんですけども、できないことが悔しさでもあり、またそれが、来年のつい最近努力になるんじゃないかなと、本当に思います。パワーストーン、今年1年本当にありがとうございました。皆さん、良い年が越せるように大丈夫、ごめん映っちゃった、俺の神々映っちゃった、ね、いい年が越せるようにうるさい、僕らは頑張りだと思います。ありがとうございました。今チャチャ入れたの俺だけだ。はい、おということで2009年、がっつり踊ってましたね。かっこよかった、マイケル。すごいっすね。ほんと、こんなに踊ってたんですよ。すごいね。がっつりやってましたよ。ていうかさ、ゆうじろうさ、司会やってたんだね。2年目で。すごいね。2年目でってこと？もう早くない？ほんと。早い。1年目やった時に、りょうじくんたちが忙しくて、でも司会をやんなきゃいけなくて、もう2日ぐらいでね、全部流れを覚えて司会をやってたの、はいはい、なんかそれを見てて、でも俺らはずっと稽古やっててさ、流れも全部知ってるし、なんか助けることありませんかって毎回言ってたの。そしたら打ち上げの時に、これからもう裕次郎たちでやった方がいいよって言われて、そうっすねーつってこう酒飲みながら、なるほどね。いやだってね、うまいうまいとは思ってたけどね。本当にやっぱやってるんだね。やっぱ司会ってどうやったら上手くなるの？切実。お前それ今聞くの俺に。切実。ちょっと今すげえ困ってんだよ。いや俺も知りたいよ。なんで俺ここにいんだろう。一緒に勉強しよう。一緒に勉強しよう。そういう感じ？そういう感じなの？じゃじゃだからなんかさ、もうハンサムの MC って MC っぽくない気がするんだよね。誰かを立てなきゃいけないとかじゃなくて。いやそれがうまいんだよ。なんか立てるのとかいじるのがすごいうまいんだよね、ユージね。今日いい回だな。やべえ、いい回だな。小さい頃褒めすぎた。なんかちょっとそれは気持ちよくないんです。サクッと次行きましょうか。そうですね。なんかね、優勝だけ美味しい思いさせるわけにはいかないんでね。そうですね。はい、ではね、続きまして2010年です、はい、もう去年の話ですよ。どう、去年、はい、行ってみたいと思います。 VTR どうぞ。